都会気三郎とは、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、文部科学大臣、内閣総理大臣補佐官などを歴任した、一級建築士、政治家、都会、元三郎の長男として、兵庫県高砂市に生まれる、兵庫県立姫路西高等学校から、早稲田大学理工学部に進学、大学卒業後は、日建設計に入社し、 サラリーマン生活を送る。日券設計では、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場の設計やグリーンスタジアム神戸の構想計画などにも参画した。その後、外務大臣であった安倍晋太郎の秘書を務めた。1986年の第38回衆議院議員総選挙で、父の地盤を次ぎ初当選。1988年9月2日、 竹村正義、鳩山幸夫、石橋茂ら自民党の一年生議員とともに、政策勉強会、ユートピア政治研究会を結成した。1993年、当選同期の鳩山、竹村らとともに、自民党を離党し、新党先駆けの結成に参加。党政策調査会長、党国会対策委員長などを務めた。1996年の、 第41回衆議院議員総選挙で落選。1998年の浸透先駆けの解散により自民党に復党した。2000年の第42回衆議院議員総選挙で当選し、国政に復帰。科学技術総括政務次官、文部科学副大臣、衆議院決算行政監視委員長、自由民主党兵庫県支部連合会会長などの要職を歴任した。 2007年8月、党政調会長代理に就任した。2007年9月、福田康夫内閣の下で、文部科学大臣として初入閣。2008年8月、福田内閣改造内閣の発足に伴い、退任したが、内閣総理大臣補佐官に任じられた。同年9月の自由民主党総裁選挙では、石原信明の選挙責任者を務めた。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙で民主党の岡田康博に敗れ、比例復活もできずに落選。2012年の第46回衆議院議員総選挙で前回、敗れた岡田を下し、3年ぶりに国政に復帰した。2014年の第47回衆議院議員総選挙で8戦2017年の第48回衆議院議員総選挙で9戦 2018年自由民主党総裁選挙、2020年自由民主党総裁選挙では、共に、石破主げるの推薦人に名を連ねた。2021年自由民主党総裁選挙では、当初、石破の推薦人となる予定であったが、石破が出馬を取りやめたことで、野田聖子に壊れて、野田の推薦人の最後の一人となった。2021年の、 第49回衆議院議員総選挙で重選。都会、木三郎オンライン政治理念を参照。趣味は、音楽鑑賞映画鑑賞読書。ザウの名は、最善を尽くす。ありがとうございます。